めぐっぺです。さて今回は単語クイズ Part 2、前回のクイズが好評だったので続編を作ってみました。ちなみに今回は前回より少しレベルアップしています。ぜひチェックしてみてね。はい、今回はめぐっぺプレゼンツ単語クイズ Part 2です。いや今回はですね、単語レベルも上げてみまして、文字数なんかも増やしたりしております。ぜひ集中して最後までチャレンジしてみてください。ではやり方を説明します。これから単語を4つずつお見せします。単語は一部を隠した状態で現れますが、空欄には同じ綴りが入ります。ヒントもありますが、まずはヒントなしで考えてみてください。その後、ヒントも出るので、ヒントなしでわからなかった方はヒントをもとに考えてみてください。最後、単語が全部表示されるので、改めてどんな単語だったのか、綴りとか意味とか、発音とかについて確かめてみてください。なお、クイズ内で紹介されている単語の意味は一部のものです。他にもいろんな意味があるので、気になったものは調べてみてね。では行きます。第1問。問題。空欄に入る文字は何でしょうか？では行きましょう。今回も一つ目は少し簡単な問題からのスタートです。3文字の単語が4つ並んでいます。ヒント、1つ目。2つ目。3つ目、4つ目、さあどうだ。どうでしたか？わかりましたか？答えは、got, put, cut, not の4つでした。どちらも最初の文字の後は、ut という綴りが続きますが、1つだけ読み方が違うものがあります。それが、put です。あとの3つは、got, cut, not のように、短いあの音になっています。では、2問目です。第2問。問題。空欄に入る文字は何でしょうか？2つ目も比較的簡単な単語が並んでいます。1つだけ4文字ですが、空欄には同じ綴りが入ります。では、いきます。ヒント1つ目。2つ目。3つ目。4つ目。できましたか？答えは、sun, pan, run, shun の4つでした。pan はダジャレという意味の単語です。こちらは先ほどとは違って、すべて同じ短いあと、ん、あんという音になっています。では3問目。第3問。問題。空欄に入る文字は何でしょうか？3つ目も比較的シンプルな単語です。ここから4文字の単語になっています。では、いきます。ヒント1つ目。2つ目。3つ目。4つ目。どうでしたか？答えは、hand, sand, land, band の4つでした。では、4問目。第4問。問題、空欄に入る文字は何でしょうか？4つ目も比較的、いやかなり簡単な単語になっています。ヒント、1つ目、2つ目、3つ目、4つ目。できましたか？答えは、ぼう、ほう、もう、こうの4つでした。発音するときは日本語のようにボール、ホール、モール、コールではなくて、ボー、ホー、モー、コーというように、口は一応 L を意識はしてるんだけど、ルというふうにはなりません。意識して発音してみてね。では5問目。第5問。問題。空欄に入る文字は何でしょうか？5問目は少し難易度の高い単語も入っています。では行きます。ヒント1つ目。2つ目。3つ目。4つ目。わかりましたか？答えは、gray, tray, pray, fray の4つでした。この ray の発音が少し難しいかなと思うんですが、発音するときはちょっとうの口にしてから言うと、よりクリアにはっきりと発音できると思います。gray, tray,
pray fray です。では6問目、第6問問題、空欄に入る文字は何でしょうか。6問目も少し難易度が高い単語を入れています。ではいきます。ヒント1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、わかりましたか。答えは suit、foot、root、boot の4つでした。面白いのが頭の文字の後ろは OOT の同じ綴りなんですが、発音が違う発音になってます。 suit、foot は少し短いうっていう感じの音なんですが、 root と boot は長いうの音になっています。色分けするとこんな感じです。では次、7問目、第7問問題、空欄に入る文字は何でしょうか。7問目も、面白い単語を入れてみました。では行きましょう。ヒント1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、わかりましたか。答えは fort、sort、port、word の4つでした。こちらもですね、同じ綴りが入るんですが、一つだけ違う発音のものがあります。それが最後の word です。他の3つは fort、sort、portのように or という音なんですが、爆獣の word だけわーわーという感じの音になっています。では8問目、第8問問題、空欄に入る文字は何でしょうか。8問目はそうですね、単語的にはそんなに難しくないと思うんですが、ここで、文字数が増えます。5文字の単語が4つ並んでいます。では行ってみましょう。ヒント1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、わかりましたか。答えは lever、sever、never、fever の4つでした。こちらも一つだけ発音が違うバージョンになっています。 fever だけ e という音ですね。あとの3つは lever、sever、Never というように短いえの音で発音します。では9問目、第9問問題、空欄に入る文字は何でしょうか。9問目は特に引っ掛けなしです。ヒント1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、できましたか。答えは paintFaint、Saint、Taint の4つでした。ではラスト10問目、第10問問題、空欄に入る文字は何でしょうか。10問目はクイズ最長の6文字の単語になっています。では行きましょう。ヒント1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、できましたか。ラスト10問目は Finger、Singer、Ginger、Linger の4つでした。こちらも同じ綴りを使うんですが、1つだけ発音が違います。 Ginger です。あとの3つは Finger、Singer、Linger というように発音します。以上、今回はこちらの10問でお送りしました。いやー、本当どの単語を選ぶかすごい悩んだんですけど、まあ、ちょっと前回とは違う内容にしてみようということで、文字数増やしたりとか、ちょっと難しい単語を増やしたりとかしてみました。今回のクイズの使い方は前回と同様、まずは問題を解いてみる、実際に声に出して発音してみる、気になった単語は書き出してみるなどなど、問題を解いて終わりではなくて、ぜひその一歩先にもチャレンジしてみてね。ということで、今回は単語クイズ Part 2でした。
ただ単語を覚えるというとなかなか難しいこともあるかもしれないけど、こうして遊びを入れることでより効果的により楽しく覚えられるかもしれません。ぜひトライしてみてね。めぐっぺでした。またね。 Hey guys! めぐっぺのなりきり英語のすすめもうチェックした？ Don't forget to subscribe! See you soon! Bye!